こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は先週、アイラインのアートメイクの2回目の施術に行ってから10日経ったので、経過を見せたいと思います。まあ経過っていうかね、すいません、ぶっちゃけあんまりわからないと思う。今何にもしてない状態、他のところもちょっとメイクしてないんであれなんですけど、見せますね。こんな感じ。ちょっとボケてるかな、アップにします。このインラインっていうのかな、まつげの隙間を埋める形で私入れてもらったので、全然濃くはないんですけども、こんな感じで入ってます。やってもらった感想は、痛みとかは、まあ、前回と同様でしたね。まあチクチクピリピリする感じはあったけど、耐えれないっていうことは全然ないです。10日経ってみた餅なんですけども、やっぱり1回目の時は全然ね、後々落ちちゃったんですが、その落ちそうな片鱗っていうのがね、10日目ぐらいでもあったんですけど、今回はねやっぱ結構残ってますね。前1回やって1ヶ月ちょい経ってたんですけれども、今回もまだ1ヶ月は経ってないけど、落ちそうにそんなにはないなって思ってます。まあ薄くなるのはあるかもしれないけどね。2回目なんでめっちゃ大きな感動とかもなく、まあこれがねキープされたらいいなっていう感じって思ってます。はい、短いんですけど、アイラインのアートメイクの2回目の結果でした。バイバーイ。